配信止まっちゃったよ、いもちゃん。もつ。どうしよう。やっぱエピがね、重いんだよ。重いのか。さっきまでスイスイ行けたんだけどね。電子レンジでも使ってんのかね、親が。だとしたらクソみたいなタイミングだな。気長に待とうよ、他の人。気長に待ちますか。ゴミみたいな YouTube の仕様のせいで配信がクルクルになってしまったぞ。他の人の配信はどうなんでしょう。ちゃんと映ってる。 YouTuber によくある状況説明。うん、まあ YouTuber だし。うーわ、なんだろうね、このゴミみたいなさ。どうしよう、もし。え、マジで動かないね。マジで動かない。不思議だな。まっ、あ、動いた動いた。ゴミみたいなタイミングだったね。動いた動いた動いた。よかったよかったよかった。あれ、また止まった。てか他のチームマジでどこ行ったんだろうね。え、それはまあいない方がいいっしょ。優勝した方が嬉しいもんね。自動的に優勝できねえかな。できるできる。僕も戦わずして勝ったことあるからね。やってる音聞こえるね。え、嘘、そんなの。エペの音量上げるわ。やられたらごめんね。いいよ、僕は守ってやるよ。どこにいる芋虫。マップを見やがれ。どこどこ。あ、いた。一瞬マービンかと思った。音マックスにしてもそんな変わるもん。僕ほとんど音聞こえないよ。あ、まあ変わんないっちゃ変わんないっすよね。音全然聞こえてないし、なんなら BGM 流してるし、普段も YouTube 見ながら Apex してるから、音では判断してませんね。マジで。はい。足音聞けるのと聞けないのですと。だいぶ変わる。意識してない。足音聞こえないと不安になるさ。病気なの？病気病気。そっか。でも足音聞こえた方が不安になんだい？そう言いつつ足音聞こえてないんですけどね。だよね。聞けるっていうほど。足音そんながっつり聞こえるもんでもないしね。イモムシどこ？なんでそんなすぐに失われるんですか。いや、いつもこうなる。視野が狭いんよ。肉食動物みたい。シュッて。あとベルズノガエル餌食ってくれたよ。浮いてるやつおるぞ。本当だ。だからドローンが空中戦してる。え？ドローン同士で攻撃し合ってんの？攻撃し合ってはいないけど、なんかドローン同士でなんか遊んでる。ダメージ全部。やっぱりいるいる。どこ？逃げよう逃げよう。後ろかな。逃げよう、イモムシ。逃げた方がいいよ。我々にそれほどの戦力はあるのかい？あるわけねえだろ。でしょ。じゃあ逃げようか。そもそも今の敵がどこにいるのかさえ分かんなかったんだぞ俺は。僕もだよ。めっちゃ遠くから撃たれてる。あ、回復いる？あ？回復。あ、ごめんごめん、回復。残り4部隊もいるってよ。あら、じゃあお互い潰し合ってくれることを願おうか。そうね。あ、紫シールドあった。これ使いな。もしかして、おっと、おっと、おっと。後ろにいるな。あー、いやーね。やらしいんだから、マジで。フェニックスキットを使うわ。やばい、助けてー、助けてー。はあ、やられてる。ただ俺の下手くそさをなんかこうな、どうしてこう、やだ。ダメ。空気打ってた。どっちがダメージ。あ、でも僕ゼロだからイモムシの方が11上だよ。11倍じゃん、すごいな。俺の8倍。いや、ゼロは何倍かけても11倍じゃん。いや、ゼロは、いや、何も言うまい。11も上だぞ。すごいね。チェックをしていいよ。音楽かけると足音聞こえなくなる。どうせ聞こえてないから意味ない。耳悪いんだよ、僕。エモムシ、へいへい、せかすでね。分かった、じゃあ待ってる。オッケー。てか、イモムシもう20歳なんだね。
いつの話ですかい。そうだよ。なんか学生臭がする。自分でもなんか、うん、なんか未成年な感じがする。ね、やっぱあれなんだね。体が大人になっても中身は全く変わらんよね。変わらんよ。僕も今でもマーケットとかのさ、3歳児が遊べるフリースペースで遊びたくなるもん。それはなんないかな。マジ？それはちょっとわからないかな。小学生って言えばバンちゃんバレんよって言って弟と一緒に遊んだことある。いや、それ、それもちょっとわかんないかな。共感できる部分と共感できない部分がね。かけてゆくよ。何の歌？こんなレースは初めて。3、2、1、5。でしょ。ビビった。イモムシ。誰がいる？あ、いる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 。どうした？誰かいるの？いるよ、もちろん。外からも打たれてるよ。めんどくせえ。拳で殴るか。殴れ殴れ。来てるぞ。あう。ということでね。はい。なんだろうね。もしかしたらさ、ダブルよりさ、デュオの方がさ、ん？トリプル？トリオです。トリオか。はい。トリオの方が、勝てるかもしれないよ。なんでトリオでやって、なんかデュオでやってんのかなって。ん？だって、もう一人いない方がいいっしょ？フレンド招待する？でいいよ。トリオの方が敵弱いって、やっぱり。だよな。野良が多いもんな。じゃあトリオ行こうよ。トリオに行ってくれ。チェックをしていいよ。僕今トリオをしたから。銃が当たらねえなぁ。射撃練習場行く後で。行かない。なんで？下手がドローン。練習しないと下手は治らないよ。まあ、いい白米さえ610円ありがとうございます。ナイスパです。出ませんわ。まあでもわかるよ。僕も自分は頭悪いから勉強したくないもん。あ、人いた。いどこに？ここっすね。やられた！助けて！あ、かわいそうに。助けていいよ。助けることを許可します。イモムシ逃げろ！逃げても、あ。射撃訓練場に行こうよ。そこで練習をしよう。チェックをして、はあ、もし嫌だったらいいよ。やらなくても、まあ、行きますか。行こう。ただ僕は前回大会やってて気づいたけど、初動で死ぬやつは配信に映らんよ。なるべく生き残ることを優先し、かくれんぼスタイルで行かなければならないと。そっか。生きることがこう重要なんですね。そうなんです。 PVP しよう。イモムシ武器使っていいよ。僕拳でいくわ。やりたくなんだそれ。両方とも装備フル装備持っていいよ。赤い装備ね。僕は拳でいくよ。フレンドリーファイヤーを有効にしよう。こっちへ来て。向こうのあの壁のところに行こうか。同じレジェンドを使おう。僕もパスファインダーを使うね。ここに行って、で戦うの。イモムシは銃使っていいよ。僕は拳でぶん殴ってやる。やった。3、2、1、スタート。スタートだよ。やべ、変な感じだった。もうダメじゃん俺。あの、許してください。あまりにもフェアじゃない。俺もダメかもしんね。
負けちゃうね。俺もダメかもしんねえわ。じゃあもう負けでいい？いいよ。よかった。